割と6月24日土曜日の6時なんですけども、まあ、サラダでキャンパス見学会があったということで行ってきたんですが、高校生とその保護者だけじゃないんですよ。なくなくて今日はね。あの、全然、まあ、違う人が来て、それは2015年か何かに交流文化学科を卒業した卒業生っていう、まあ、女性がいらしたんですよね。で、まあ、その、 連れの方が、うちの大学の卒業生なのかわかんないけど、とにかくその女性の方といろいろ話したんですよ。で、これはたまたま僕が ICZ にいるときに、まあその ICZ の前のところにそのカップルみたいな人がいて、で ICZ に様子を見に行ったら、様子を見に行ったときに、その中にいる職員さんから、卒業生の方らしいんですけれども、まあ、入っていただいていいですかねみたいに聞かれたんですよ。っていうのは、今日は、 サタデーキャンパス見学会でその職員さんが出勤してはいたんだけど、まあその人はまあどっちかというとこう若手だったんですよ。つまり役職ではないんですよ。だからその人の判断で入れていいかどうか問題っていうのはもしかしたらその職員さん的にはあったんでしょうね。で、たまたま僕が そこに行って、まあ、ICZ っていう場所を所管としている教育研究支援センターの今、僕は所長なので、まあ、その、本来であればその職員さんの上の、まあ、例えば課長さんとかね、が判断することかもしれないけど、まあ、その課長さん今日お休みだったんで、もう、まあ、直でも聞,聞いたらえみたいな感じで聞いてきたんですよ。で まああの、なんていうか、すでにその ICZ の前まで来てて、いやダメですっていうのはおかしいし、その卒業生の皆さんにね、その母校のことをさ、思い出していただいて、まあなんならそれで、例えばその知り合いの方とかね、にこう、話してもらって、それでその、うちの大学に興味持ってもらえる人がいるんであれば、出てくるんであれば、それはそれでこう、いいことじゃないですか。だから別にその断る理由もないし、あの、どうぞどうぞみたいにして入っていただいたんですよ。 で、その方は交流文化学科の卒業で、自分が学生の時に結構 ICZ を活用していたらしいんですよ。なこう懐かしいなぁ、みたいな感じになって。で、交流文化学科ってことは第一外国語、第一外国語が英語なので、ICZ3 階の中にある英語ルームみたいなところに特に行ってね、こう見てて、あ、懐かしい懐かしいみたいな感じのことを言ってたんね。で、今日出勤だったその職員さんは、その時、 頃はまだうちの職員さんじゃなかったので、まあその時代の、つまりコロナ禍以前の ICZ を知らないんですよ。だからそのコロナ禍以前の ICZ を知っているその卒業生に逆インタビューみたいにしてて、その頃の ICZ はどうだったんですかみたいなことを言っていて、でその時代の ICZ のことも僕は知っているので、まあちょっと話して、まあそうですよね、この頃はここにこういう風に机がありましたよねみたいな感じの昔と今ちょっとレイヤーとかあったりとかね、あるいはそのカーペットだったんですよ、昔は。 カーペットだったのを2020だっけなかなんかにリニューアルして下あのー、塩化ビニールっていうんだっけなんかツルツルの素材に変えたんですよね。掃除がしやすくなったりとか。あるいはその明るくするために、明るく、光を明るくするために、光を明るくするって日本語がしいか。その、下を、下が例えば黒いのと、下が白いのでは、その上からの光が照り返す具合が違うので、全体的に空間が、 暗いいかか明るるの差が生まれるんですよ下手くそだな下の色が白い方が照り返しが多くなるので空間がより明るくなるっていうことねなんですよ。でそういう風に変えたりしたんですよみたいなことを言ってああ自分が学生の時はそうだったかもしれないみたいなことをおっしゃっていてまあ 何年前 ?7 年前かなんかの、8年前か、8年前の ICZ の床が何色だったかなんてそんな覚えないと思うんで、<laughs> まあそうかなぐらいに思ったかもしれないんですけれども、で、そういう話をしていて、今日はわざわざ来てくださったんですね、みたいなことを、その今日出勤だった職員さんがその卒業生に言ったと。そしたらそこで帰ってきた一言が、いや、聖地巡礼みたいなもんですよっておっしゃったよ。おっしゃったのよ。 でその方はどうも今、うちの大学から2時間ぐらいのところに住んでるんだけども、今日たまたま北千住まで来るようにったとで、北千住からうちの大学まであったら、30分あれば来るかな、ぐらいだったんで、まあ、じゃあい行ってみようと思って来たらしいんですよね。で今日サタデーキャンパス見学会があったので、たまたま ICZ も空いていたんですよ。 だから土曜の午後って基本平今、平室してるんだけれども、たまたま空いていて、まあ、ラッキーラッキーみたいな感じだったんですけども、まあ、そこでその、聖地巡礼みたいな言葉を言われたんで、まあ、なんか、聖地巡礼って最近の言葉で言うと、アニメとかドラマの撮影が行われた場所のような感じのイメージかもしれないですよね。その えー、アニメとかドラマの熱狂的なファンが、その題材となったり、撮影地となった場所を訪れることを聖、聖地巡礼っていうのかな言ったりすると思うんですけれども。だから、それだけこう、大学に対する母校に対する愛好心っていうのかながあるってことだと思うんですよ。わざわざ来ていただいたっていうのはね、わざわざ足を伸ばして来ていただいたっていうのはね。だからそういう方をね、お迎えすることができてね、こちらとしても良かったなと思いますね。本当に偶然の偶然なんですけれども。 それでなんかね、こう、また、もう一回、また、なんかね、何年か経ってからかもしれないですけれども、また大学に行ってみようと思えるようなね、時が来ればな、いいと思いますね。ぜひまた来ていただきたいと思います。ほんじゃまた。